はい、こんにちは、本田です。今回ですね、奈良県奈良市の西大寺まで来させていただいております。でカメラの前ですね、映っていらっしゃいますのが大阪府東大阪市で工務店をされています大光総合建設の西田さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はですね、大光総合建設さんの方で建てられたお家のルームツアーをさせていただけるということで奈良県まで来させていただきました。はい、遠いとこありがとうございます。全然大丈夫です。奈良県も施工されてるんですね。そうですね、生駒山を越えてすぐですので、はい、意外と近いんですね。意外と近いです。僕らの東大阪市の山の麓の方ですから。なるほど。じゃあ奈良でご考えの方はぜひちょっとお声掛けいただけたらと思いますので、お願いします。お願いします。今回ね、この建物を後ろ撮ってるんですけども、こちらのうちのルームツアーをお届けさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。まずこちら結構ね、正面しっかりこう緑も植えて、そうですね、しっかりされてるんですけども、こちら敷地は何坪の敷地になるんですか？敷地は約50坪弱ですね。50坪ですね、はい、じゃあ東大阪にはなかなかない大きさ。なかなかないですねなるほど。建物自体は何坪ぐらい？建物は延べ床面積で29坪です。あ、これで29なんですね。はい、延べ床面積は29坪で、建物が4軒×4軒の4軒角の田の字型の家ですね。なるほど。で、吹き抜けの部分とかを設けて4軒×4軒の総2階のお家になってます。うん、なるほど。しっかりこう軒の出も深く出てますので、そうですね、いい感じに見えますね。そうですね、こんな感じです。こちらもしっかりね、庭ももうほぼほぼ完成に近い感じだと思うんですけども、そうですね、今回こちらがちょっと特徴的なんですかね。あ、そうですね、お庭の方をかさ上げさせてもらって、はい、ちょうどお部屋とこう地続きになるような感じで、庭をこう土を持ってさせてもらってます。ちょっと大谷石の階段とか上がって。あ、いいですね。まあ、あのそんな広々とはしてないんですけど、はい、まあ、こんだけ、まあ、ちゃんと植栽もして、はい、で、まあ、土の部分を残してあげることで、お子さんとかもね、十分ここで土遊びとかもできますし、はい、なるほど。ここにちょっとデッキもあって、そうですね、ここはすごくいて、まあ、ちょっと今もう夕方なんで、はい、西日差し込んできますけど、はい、もう日射遮蔽がきっちりできてるんで、この辺座ってても、もう全然暑くないんですよね、はいはい、昼間は。こんだけ抜き出てると、はい、ちょうど座ってても雨の日でも、はい、ちょうどもうここまで濡れない感じなので、なるほど。ちょうどあの今僕らも設計の方で特に注意してるのが中間領域っていう、はい、まあ、半外空間、はいはい、あの内と外の間っていう空間を大事にしてるんですけど、はい、ちょうどここはそれができている感じになりますね。うんうんうん、なるほど。これいいですね、はい、塩水つけて。そうです、塩水いいですね。雨を楽しめるように、あの音がいいですね。いい音しますよね、はい。なるほど。こういった塩水なんかオーナーさんのご要望があったんですか？ちょうどですね、以前にもルームツアー動画を上げさせていただいた、はい、あの泉南の家で、はい、あの塩水を使ってて、はいはいはい、でちょうどここのお施主さんも、はい、あのそれを見て、はいはいはい、これやりたかったんですということで、そこであの僕も提案したかったんで、ちょうど意気投合してなるほど、実現しました。なるほど。こちらがね、今回駐車スペース取られてるんですけども、はい、ここの奥が玄関なわけですね。玄関はしっかりこういうふうに木の、あ、そうですね、格子を作って、僕の目隠しを、はい、目隠しをして、あの全体の、まあ、ファサードをですね、あの、まあ、奈良ですんで、まあ、奈良の町屋をイメージしてて、割と奈良の通りに面してるお家ってこういう面越しがあったりですとか、うんうんうん、で外壁も焼き杉を張っていたりとか。なるほど。でやっぱりあの平入りなんですね、あの大屋根下屋根があって、はい、平入りをすることで、はい、やっぱりちょっとこう町屋のファサードっていうのをちょっとこの、はいはいはい、衣装的に取り入れてます。なるほど、はい、いいですね。ここもまあ屋根がしっかりかかってますので、ちょっとしたものを置いても濡れないですし。そうですね、ここはすごくいい空間。自転車置き場をどうするっていう話が設計段階にあって、はいはい、アルミのサイクルボートっていうのはやっぱりちょっとないですよね、うんうん、そうですね。その辺もお客さんとも、はい、あの共通の認識だったんですけど、はい、なかなか だけど別で、はい、あの建てるというのはやっぱ予算でコスト的に、じゃあ建築でちょっと屋根を伸ばしてあげて、うんうんうん、でちょうどここにだからあの電動自転車でしたりとか、ね、お子さんの自転車とか置けますね、置けるようにっていう風なことを考えてます。なるほど、いいですね。で外壁は先ほど焼き杉を、そうですね、焼き杉ですね、使われてるわけですね、はい。今回こちらちょっとね、見ていただいて分かりますかね、はい、こう基礎からちょっとこうやって見ると分かるかな、ちょっと外壁が吹いてるんですけども、これぐらいですね、ありますね。これは何でですか？これはですね、不可断熱と言いまして、はい、通常柱の内々に断熱材、僕らグラスウール使ってるんですけど、はい、入れてるんですが、その外にもさらに断熱材を、はいはいはい、あの入れることで二重に断熱をしてます。でそうすることで、まあ、単純に分厚く断熱性も上がりますし、はい、まあ、柱のあるところの外側にも断熱がきますんで、
まあ、柱も熱狂になるんですね。なるほど。でそういった部分もあのなくなりますので、最近よく皆さん気にされる夏型結露なんかの対策としても不可断熱には非常に有効的と言われてますね。なるほど。きちっと性能もズローンされてるわけですね。そうですね。なるほど、はい。こちらがね、ちょっと今デッキの部分なんですけど、これだけね、かさ上げしてるってことですよね。そうですね。これを単純に土を、うん、あのお家まで寄せちゃうと、そうですね、やっぱりシロアリの問題だったりとか、はい、あの腐朽菌の問題でこう、うん、木部が腐ったりとかっていうリスクがありますので、そこはやっぱり縁を切ってあげる。うん、なるほどね。はい、そうですね。でブロックを積んで、その上に柱を立てて。でちょうどこんな、まあ、空いてるスペースがコンテナボックスとか、うん、いろんな収納にも、あのアウトドア用品とかガサッと、うん、なりますね。まあ、屋根も深いですから基本的に、まあ、ほとんど濡れることもありませんので、非常的に、まあ、有効的に使えるのかなと思っております。はい、じゃあそうしたら中ちょっと入らせていただいてよろしいでしょうか。はい、玄関はもうもちろん、そうですね、もう定番のガデリウスのスウェーデンドアです ね。じゃあ中失礼します。はい、どうぞ。はい、はい、中入ってくると正面いきなり階段なんですね。そうですね、まあ、広めの土間を設けまして、はい、で見上げると大きな吹き抜けがあってですね、右手を見ていただくとあの通り土間、おこちらが通り土間ですね。はい、そうです。奥の、まあ、勝手口を設けて奥 の、 あの庭に裏の庭に抜けていけるような通り土間をあの設けています。なるほど。町屋のイメージ、昔で行くと通り土間があって、はい、そこって割とぐわっと天井も高くてですね、はい、でまあ、あのこの辺にかまどがあるわけですね。で、まあ、まあ今の時代かまどってわけにはいきませんので、ん、はい、まあ、キッチンをあの通り土間の左手に設けること で、 ね、あのこちらに設けて、こうするとあの、まあ、買い物袋とかですね、はい、持って帰ってきたらあの、まあ、リビングを通らなくてもそのままこう行けると、はい、なるほど。でぐるっと回れる回遊動線、はい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 、っていう風に、なってます。なるほど。この辺はもう全部、はい、あのラバンビニアを仕上げに使わさせてもらってるんで、はい、まあ、どこもかしもがあの、はい、ビス釘が効きますんで、後でご自身で DIY で棚をつけてもらったり、おなるほど、あのフックをつけてもらったりとか、はい、自転車とかされてこうフックで引っ掛けて自転車飾ったりとかっていうことも可能ですね。こちらも有効ボード、ね、そうですね。これもあの市販 の、 あのこういうところに差し込むフックとかをお使いいただけるように、うん、わざわざここを浮かして貼ってます。なるほどね、ちょっとね、はい、刺さるように、はい、でこっちが勝手口でもそうですね、出れるようにしてるんですね。そうですね、ちょっと出てみましょうか。なるほど。でちょっとあの屋根もかかって、屋根がかかってるんでゴミ箱とかはここに置けるようにして、これヒメシャラって言いますので、はいはいはい、奥にあるのが丸葉の木ってハートの形した可愛らしい葉っぱがつく木なんですけど、はいはい、あのもう奥様があのどの窓からも緑が見れるようにということで、あの配置してます。こんな感じですね。この辺の階段下のスペースもちゃんと有効に使えるように、ね、ちょっと釣竿とか ね、 ね、長いもの、クリスマスツリーとかね、ガサッと入れれるように、この階段の下のここもでも収納なんですね。そうですね、ちょっと靴がこちらからないように、はい、あの作り付けの、下駄箱を、はい、設けてます。なるほど。下も引き出しに、めちゃめちゃ有効利用してますね。そうですね無駄なく使ってる感じですね。この辺の三角形の扉っていうのは結構サバリも、はい、的にも結構こう工夫したところですね。そうですね、すごいいいですね、はい、造作ですもんね。そうですね、大工さんが全部作ってくれてますね。はい、こちらにもちゃんと鏡を取りながらの、はい、ちょっとした飾りだな。そうですね、そこにあの玄関の鍵とか、あの郵便物の時のハンコとか、はいはいはい、でお子さんの保育園の時の名札とかを置けるようにしているということですね。はい、はい、こちらがリビングなんですけども、この柱すごいですね。あ、そうですね、こういうあの杉の絞り丸太で、一応これも構造的に、はい、はい、必要な柱なんですが、はい、あのそれを普通 の、 あの四角い柱ではなくて、うん、あえてこう丸い形にすることで、はい、まあ、お子さんがですね、ここをこうもちろんこうぐるぐるこう回ったりとかするようなことを考えて、すごい。でこの柱もですね、はい、あのうちあの構造材とか内装材、全部、はい、奈良の吉野杉、吉野ヒノキを使ってるんですけ ど、 なるほど、その製材所があのその隣の桜井市にありまして、はいはいはい、桜井の製材工場で、はい、一緒にお客さんと行ってですね、木を選んできたと。あ、いいですね、はい、それを形になるわけですね。そうですね。この奥がリビングという空間なんですね。はい、
先ほど言われたのがここからの景色ですよね。あ、そうですね。ちょうどしゃがんで座ったような目線で見ていただいても地面が見える、はい、なるほど。まあ、実際のリビングの広さ以上にやっぱり抜け感があって、はい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 、気持ちのいい空間になるかなと思ってます。近いですもんね、地面から。ここからの景色がすごいいいですね、はい、で、こういうふうな、まあ、これは低めのロッキングチェアなんですけど、テレビはですね、こちらに一応設置する計画にはなってるんですが、はい、やっぱりソファーとかをやっぱりテレビを見るのではなくて、うん、やっぱりお庭をに向けて、うん、やっぱりこう四季の移ろいを感じれたりとか、うん、まあ、落葉樹なんかも植えてますので、はい、やっぱりお庭も見て過ごしていただきたいなということで、まあ、こちらを向く人もいれば、はい、このベンチ兼収納もあるので、うん、こう向かい合ってこう喋りながらこうやって庭を見ながらとかっていうような形で、こういう窓際にベンチを設けてます、はい、まあ、こんだけ、ね、窓ベンチがあるとそこに座ってお子さんもこうゴロゴロしながら、そうですね、くつろげたりもできるスペースなので、すごいいいスペースですね、はい、ちょうど負荷断熱で壁の奥行きも低いので、なるほど、まあ、これぐらいあるとここにこう背もたれ代わりに使っていただくことも可能ですし、いいですね、はい、この辺の下もしっかり収納本棚として収納も取りながらカウンターにもなるような感じで、そうです、そうです、はい、つらいというわけですね、はい、でこちらがダイニングスペースですね。そうですね、いい照明がついてますね。そうですね、ありがとうございます。もういつも本田さんの動画でも紹介されてるこちら何でしょう。これはルイス・ポールセンの、はい、PH5 ですね。なるほど、はい、いいですね。こんな感じでこの下にラウンドテーブルがあってですね、はい、なるほど。この奥のお部屋は何なんですか。こちらはですね、奥様のお仕事のお部屋になりますね。はい、こちらが全部収納になってて、この奥が書斎になるわけですね。書斎になりますね、ワーキングスペースで。ここから先ほどの書斎も見えるわけですね。そうなんです、そうなんです、はい、こんな感じですね、はい、これ2畳ぐらいのスペースですかね。これでここで2畳で、この収納スペース入れると3畳、はい、なるほど。で、まあ、奥まった感は最近よくヌックとか言いますけど、はいはいはい、ちょっと R 壁にして、はい、で、ちょっとこうこもったような感じを演出してみています。でこちらからくるっと回ると先ほどのキッチンになるんですかね。そうですね、はいはい、こちらが冷蔵庫スペース。そうです、冷蔵庫置き場です。今回キッチンじゃもう独立キッチンっていう感じですね。そうです、そうです、はい。L 型のこちらのキッチンは造作のキッチンなんですか。これはなんと実はですね、はい、既製品の、はい、TOTO のキッチンでして、あ、TOTO にこういう面材のキッチンの扉ってあるんですか。はい、そうなんです。ないんですよね。ないので、はい、面材扉のところだけ、はい、うちの大工さんが作って、取り替えさせていただいてます。へえ、まあ、そうすると、はい、縦ぐるいとかも同じラワンベニヤで作ってますので、はい、まあ、統一感ができて、はい、色もすごくこの渋い色がきて、はいはい、一見ほんであたかも造作キッチンのように。そうですね、はい、これ TOTO なんですね。そうなんです。 TOTO のキッチンのこの扉、ここを全部変えてるわけなんですね。そうです、そうです、変えて、ラバンのランバーコアに縁を、はい、これレッドオークの片木を、はいはい、縁に回して、はいはいはい、やってますね。で取っても別でつけて、取っても別で、取っ手をね変えるっていうことはね結構されてるところ多いですけども、はい、扉の面材ごと変えたわけですね、はい、そうですね。これ完全に造作に見えます。造作に。で、割と本当に完全に造作作るよりは、はい、だいぶリーズナブルにですよ、ね、それはね、できますので。この上は作ってるわけですね。そうですね。こちらのフラップアップの収納なんかは大工さんの造作で作ってます。はいはい、下は完全に TOTO ですか。下は完全に TOTO ですね。あとこちらはもう収納って感じですか。そうですね、まあ、こちらが一応パントリーで、こちらが家電収納でゴミ箱を置いて、はいはい、というような構成になっております。なるほど。これ階段下でもないのか。これはそうですね、ただのリビング収納ですね。ここもじゃあ収納取ってるわけですね。そうですね。でここにモデル類を置いて、うん、でこれ最近流行っているナスタのインターホンですね。モニターがなくて、はいはいはい、スマホがモニター代わりになる。あ、なるほどなるほど、はい、でこれがそれの送信機ですね。なるほどなるほど、すごい。で下にルンバを置いて、あ、ちょっと下を開けてるわけですね。それでここからルンバが出入りすると、
でこちらが洗面所とお手洗いと、ね、そうですね。あったところですね。この洗面化粧台もなかなか変わってますね。そうですね。これどこやったかな、フォントトレーディングっていうところの、はいはい、もうちょうどこれが最後の残り2個のうち1個で、もう廃盤になっちゃったんですけど。すごいですね、はい、配管をこれで隠してるわけだよね。あ、そうですそうです。はい、でそれ外したら一応点検もできるように、点検とバルブが触れるように。なるほどなるほど。でこの前タイルを貼って。そうですね。いいですね。こちらがおトイレと。はい、なるほど。こんな感じ。あ、こちらにもしっかり先ほどの収納の反対側をうまく使ってるわけですね。そうですね。いいですね。そしたら2階上がらせていただいてよろしいでしょうか。はい、どうぞ。失礼します。階段材は何で作ってるんですか。階段の踏み板はレッドオークですね。あ、いいですね。床が吉野杉の赤み材を使ってますので、はい、まあ、杉で行きたいところなんですが、はい、やっぱり特定のところを登り下りするところのに、うん、まあ、杉はどうしても柔らかいですから、はい、でもこの辺りのところは丸く削れてくるんですね。はいはいはい、まあ、それはそれでいいんですけど、はい、まあ、今回はその硬いレッドオークで色味をちょっと揃えてやっております。はいはい、なるほど。でこうなっていくと2階はこんな感じで、ここが吹き抜けになってるんで、この窓が気持ちいいですね。そうですね、ありがとうございます。コーナー水平連続窓って言って やってるんですけど、はいはいはい、やっぱり窓を端っこに持ってくると、はい、まあ、空間が広く感じますし、うん、で外観から見てもこう窓が連続すると、はい、やっぱり家がちょっとシュッとこう見えるんですよね。うん、でここがちょっとした、そうですね、ちょっとしたくつろぎスペース、くつろぎスペース。あえてここを壁じゃなくてガラスにしてるわけですね。そうですね、座った時に抜けて見えるように、抜けて見えるようにということで。でこちらがお部屋になるんですか。そうです、ここが一応子供さんお二人いてるので、はい、お二人の子供さんのお部屋という形になりますね。これは何なんですか。これはですね、外してですね、ここにはめることで部屋を区切ることができます。建具の収納を今してるわけです。この後ろにお部屋があるわけじゃないんですね。そうです。この向こうは壁です。壁なんですね。あ、建具を閉まってるんですね。こっちが分かりやすいですね。こういう引き違い等をですね、はいはいはい、入れて、で、入り口なんですけど、はい、これを閉まる時に、これはこっちですね。こちらに。なるほど、閉まえて、オープンにも使えると。そうです。で、っていうのが。建具邪魔の時は片付けて。そうです。で、ここに溝も掘ってあるんですが、はい、将来、まあ、部屋を間仕切る時も、ここに建具を入れて、はい、なるほどなるほど、やると。しかもこの上はロフトになってるわけですね。そうです。めちゃくちゃ広いですね、この上。でロフトで一応寝るという計画にしています。あ、めちゃくちゃ広い。あ、高断熱住宅なので、はい、ロフトも普通暑いんですけど、はい、夏は暑くならないので、なるほど、上でも寝れると。すごいすごい。広いですね。こちらの照明は。あれですね。プニプニ照明ですね。プニプニですね先ほどちょっと奥様とお会いしたんですけど、照明も採用させてもらいましたって言ってました。そうです。これですね。大人気ですね。結構ところどころ。これ全部プニプニ照明ですね。そうですね。ありがとうございます。で2階に2部屋あって、あとこの奥にもまだ部屋があるんですね。あ、そうですね。この奥には今見えているのがご主人さんの書斎になります。はい、あ、ご主人さんの書斎もあるんですか。はい。はい、はい、はいはい。ですね、ここは29坪に割とコンパクトな大きさなんですけど、はい、ご夫婦それぞれに、はい、書斎があるという、結構ボリュームのある間取りになっては。そうですね。こちらも2畳ぐらいですか。はい、ちゃんと棚も取って、はい、カウンターもしっかり取って、はい、有効ボードを使いながら、うまく使いながらの2畳。そうですね。おしっかりいいですね。2階にお風呂と脱衣室があるんですね、今回は。はい、こちらがお風呂になってるわけですね。で、こちらが洗濯機と。そうです。はいはいはい、で上に乾燥機を置くと。はあはあはあ、はい、ここはもう今回は電気乾燥機。なるほどなるほど。基本じゃあもう2階で洗濯して。そうですね。で乾燥機使えないものを室内を使用するように。なるほどなるほど。ランドリーバーがついてますね。なるほど。
2階にこれだけ持ってくるとやっぱり下が結構ゆったりするわけですね。そうですね、まあ、通りの間で結構場所も取ってますので、うんうんうん、で4間隔って割と1階にこう省略すると結構プラン的に難しいので、うんうん、何か水回り一部をこう上に上げてあげるとバランスよく使い切ることができます。なるほど、はい、2階にお風呂を持ってくることってオーナーさんとかなんかそう抵抗とかなかったですか？そうですね、あの割と寝室にこうあの近いですよということで、はい、もう本当にこれご家族の生活スタイル、はいはい、どういう時間帯、どういうタイミングでお風呂入るとかで、はいはい、あの割とそのあたりで受け入れていただけるのかなと思ってますね。確かにこれを2階に持ってくるだけでも全然プラン的には面白くなりますもんね。そうですね。あで飾り棚にこうタオルが入ったり収納できるようにしますね。すすはい、こちらは何なんですか？ただ2階のトイレに。2階のトイレもしっかり、はい、素晴らしい。で一応奥に、はい、24時間熱交換のダクトタイプの換気システム、今回は JBEC の、はい、ドメオ210というやつを採用しております。一種換気の熱交換型、全熱交換ですね。なるほど、はい、これもあの、はい、エアコン、アメニティエアコンと、はい、あのドッキングすることができるので、なるほど、まあ、全館冷暖房あの換気システムというものになりますね。両方とも兼ねてる。そうですね。これはここから、新鮮な空気が出てきて、うん、なるほど、夏やったら冷やされて、冬やったら温められて。なるほど。あ、こちら。こちらから排気すると吸い込まれていく。吸い込んでいるわけですね。そうですね。へえ。各部屋じゃつけてるわけですね。そうですね。各部屋。あ、ここもついてますね。なるほど、なるほど。この辺もこれで冷やされると。まあ、小さなエアコンっていうイメージですかね。なるほど、なるほど。はい。でこちらの部屋がまだあるわけですね。そうですね、こちらが一応あのメインベッドルームになってます。ちょっと展示用でチェアを置いてますけど、今日は寝室っていうイメージで、はい、そうですね。かつこちらにも収納があると。そうですね、こちらにウォークインクローゼットが備え付けてあります。なるほど、結構収納量もたっぷり、はい、ここでもありますもんね。そうですね。でこの上に階段が実はにあって、秘密の部屋があります。あるんですね。ちょっと上がらせていただいていいですか？はいはい、こんな感じになってますが、こちらは何の部屋でしょうか？こちらはもう機械室、小屋裏機械室ですね。はいはい、先ほどの換気システムが入ってるんですか？はい、そうですね、ダクトが上がってて、はい、そこの部屋に行ってるんですけど、はい、で真ん中の方に黒い箱、四角いものがあると思うんです、はい、それがエアコンです。あ、エアコンをかましてるんですよね、はい、そうです。24時間換気システムとエアコンのダクトが一緒になってるってことですよね。普段 の, そのエアコンつけてないときは新鮮空気のこう入れ替えだけなんですけど、夏場とか冬場になると暖かい空気、ね、冷たい空気を一種換気の空気として混ぜて、はい、各部屋を送り込むと。そうです、ね、で、まあ、それをSA って言うんですけど、はい、SA の, ダクトに、うん、空調して送りますので、うんうん、まあ、換気と空調が同時に行えますということで、でこれのメリットは、うんうん、エアコンの中を必ず SA が常時通ってるんですね、はい。ですから例えばエアコンを使ってない時期とかでも、はい、空気が動いてます。エアコンの中は常に動いてます。だから特にメリットあるなって僕が感じてるのが、はい、冷房を使った後って割とこう、はい、結露でびしょびしょにエアコンの中ってなるんですけど、はい、なので普通のルームエアコンとかでも、はい、冷房を使い終わった後は送風運転してくださいねって、そうすることで中のカビが生えたりが、はいはい、緩和されたりするんですが、はい、それがもう換気でできてるっていう。なるほど、なるほど。冷房使い終わった後ももう勝手に常時24時間換気されてますので、なるほど、ダクトの中も、はいはいはい、なので、まあ、そういうカビとかそういうリスクも非常に少ないかなと。なるほど。それはもう非常にメリットやなと思ってますね。こういうシステムは割と大光さんのところよく使われてるんですか？そうですね、このシステムはもうほぼ全棟これでさせてもらってます。なるほど。で換気システムがたまに諸事情で変わるっていうような感じですね、うん、なるほど。あとこれ屋根にちらっと見えてるんですけど、天井の断熱材は高性能グラスウールで240ミリ入ってます、はい、なるほど、はい、で負荷断熱で何ミリですか？外壁は120プラス55ミリですね、はい、なるほど、はい、大体いつもそれぐらいで。そうですね、もうこれ標準のパターンですね。気密測定ももちろん。そうですね、全棟気密測定、一応ここは 0.2 でした。やりすぎです。十分ですって感じですね、はい、なるほど。
やっぱ普段も性能にもこだわってしっかりされてて、あ、そうですね、はい、あのそのあたりはやっぱりあの本田さんとも一緒ですけれど、はい、新住居というところで高断熱高気密のうち作りを勉強してますので、やらないと怒られますよね。怒られますのでそれはちゃんとしてると。そうですね、なるほど。 なんですけど、こうやってしっかり木を見せてもね、そうですね、こういった性能もしっかり担保できるっていうことですよね、はい、はい。あとこちら2階なんですけども、はい、天井何も張ってないんですね。あ、そうですね、はい、これはあの、まあ、梁の、まあ、これは構造の梁ですね。構造の梁の上に、はい、あの J パネルっていうあの3層構造 の、はいはいはい、あの分厚い板を張ってます、はい、あの板のサイズもこう畳1枚分ぐらいの大きな、はい、それを貼ることで、はい、あの構造もあの、はい、兼ねてますし、あの横の腕を支える、はい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 、水平にも耐える、はい、ものにもなりますし、はい、でこういうふうに化粧材にもなりますし、で実はロフトの床も兼ねているんですね、はい、ああ、これが、なるほど、はい、これ、あ、これがそうです、ね、そうですね、それがちょうど3層になってる、はいはいはい、ね、なるほどなるほど、はい、まあ、こうすることであの、まあ、コストも抑えられますし、はい、で何より2階の階高、はいはい、高さを下げることもできて、はい、でまあ、あの見た目も木の家のような感じが出せています。はいはいはい、なるほどね、これは結構効いてますね。いいです、木の感じがすごくしますもんね。木の感じになってます。ありがとうございます。はい、はい、すいません、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。こちらのお家はちょっともう見学会が終わって、はい、なかなか一般の方は見れないということですよね。そうですね。なんですけども、まあ、あの土台湖総合建設さんのモデルハウスと、はい、あと西田さんのお家が実は、あ、そうですね、あの見れると、僕の家も、はい、いうことなので、はい、ホームページの方が予約していただいたら、あのそういった形でご案内もしていただけるみたいなんで、明日行きたいって多分言ったら西田さんがあの奥さんに怒られると思いますので、あのちょっと片付けが 1、2週間前に言っていただけると片付けがありますのでということはもうよくある話なので、はい、プロのお家もしっかり見ることができますので、はい、よかったら事前にご予約していただいて実物の、ね、お家も見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、 OK です。ありがとうございます。鳥が来てる。そう、鳥がいいな。鳥が来ました。いいですね。完成照明、ここでも照明もここだけなんですね。そうです、そうです。天井高も2200に抑えて、はい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 、関節とペンダントだけなんで、はいはいはい、そこに照明が、これだったらめっちゃ明るいですね、多分ね。これで十分です。昨日も夜ここで打ち合わせしてたんですけど、ね、全然、はいはい、天井に照明つけないのいいですね。ああ、ですね、うん、あ、これもちゃんと使っていただいて、はい、これもいいですよね。そうですね、はい、じゃまたぜひ東大阪で、はい、ご検討の方ならどう、ご検討の方はぜひお問い合わせください。お待ちしてます。ありがとうございました。はい。